おーし、狙ってくー。はい、ごめんなさい。はっ、お、よっ、なんだ、何やってんだ。何あれ、紐？よっ、とりゃ、はっ、よっ、これは始まってんのか。はっ、はい。何そのスマートな登場の仕方。これも運命なのですね。ときめいた。何ちょっと気持ち悪いんだけど何ちょっと気持ち悪いんだけどはい、ということで今回からこのときメーターやっていきたいと思います。これね、あのママにゲームを隠されたを作った人と同じ人が作ってるゲームなんで楽しみやね。やっていこう。はい、スタート。始まり始まり。お、おっと、拾ってあげなければ。こういうこと。はい、ま、こんなもんかななんかこのかっこつけ具合と顔が合ってない。次の日。あ、落ちましたよ。なんかもうストーカーじゃね、ま、こんなもんかないやいやいや、え、でも確実にこの女の子のときメーター、このメーターはちゃんと上がっていきよるっていうね。待て。はい、お、落ちてこいよ。はい来ない。はい、いやー届かない。あー、ごめんね、泣いてる。ラブイズオーバーあと2回コンティニュー、回数決まっとん。マジか。そしてあのおじいちゃんどこから来たよ。はぁ、あとちょっとで取れそうじゃなかった。はい、おお、来た。どうぞ、ま、こんなもんかなやってることはかっこいいんだけどね。もう、うーんうーん、え、なに、え、なにこれ。そんな、全部であと2回やったってこと、これ。コンティニュー。難しくね？これもしかして最初からとかになるの？え、これ何？どういう、あ、なるほど、開けてあげる。ま、あ、なるほど。歩きスマホすんなって。それは優しさじゃない。歩きスマホしてダメって言ってあげようよ。これ一くずついとるよ。黙って取ってあげるっていう、このちょっと気持ち悪い感じ。ま、こんなもんか。肩にゴミついてるよって言ってあげたらいいのに。そっ。ひぼいやん、ちょっと。はい、次の日。あー、待って、これ何、どう、あー、なるほどね。なるほどね。なるほど。そんな、お前がばらまいたんかい。お前がばらまいたんかい。え、これ。マジかー。え、何これ、違うやつになっとるやん。え、これ始めるために違うゲームになるん？え、すげえ。すげえ、何回でも楽しめる感じ。これよくあるね。こんなもんかな。これよくあるやつやね。漫画とかドラマとかで。実際にこんなんなったことないけど。だって誰かが取ろうとしよる時点でさ、もう取らんけんね。これはぶつかればよかったんか？あー、これはありがちなシーンを再現せんといかんかったよね。キャッ、痛いみたいな。もう何すんのよみたいな感じの。そんなこともなったことないけど。さあ来いよ。お、早かった、早かったわ。そんな、もうちょっとギリギリじゃないといかんかったか。始まり。何、なるほど。はい、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 イエイ、やっとい、ちょっと待って、はい。取れるやろ、はい。オッケーってか、あれ、思いっきり枝刺さってない？ま、あ、もしや飼い猫？もしや飼い猫？どこにおった女の子。おっと、これは、はい、けゴール、イエーイ、ま、こん
んなもんかな。でも試合じゃないよね。めっちゃ制服着とるけど。何？は。あ、今のは守ってあげんといかんかったんかな。白目向いとるけど。え、てかこの少年は一体どこにいたの。はい。あ、なるほど。ボールを取るんやね。女の子をタッチしよった。ま、こんなもんかな。絶対そんなの取れんやろ。確率なんか手の皮が向けたりとかなんかする気がするんやけど。大変。な、あ、そういう感じね。オッケー。逃げたよあの子。そんな。じゃああの子性格よろしくないやん。しっかりしてよ。見極め。はい。おっしゃー。ほら、拾えたら、キャーかっこいいってなるけど、拾えんかったら、じゃって去っていく。最低じゃね。普通に最低じゃね。はい、これを取ってあげるという優しさ。ま、こんなもんかな。なるほどね。わかってたけどね。一枚だけ。わざと出しとるのとか。お、これは、あ、これは止めんといかんやつ。ま、こんなもん。あ、でも、いいんや、それ。格好悪くね。パシって取ったらいいのに。お腹で受け止めるんでいいんやね。ああ、え、爆弾じゃね。ちょ、待って。そんな、難しいんですけど。難しいんですけど、ただいろんなパターンのゲームがあるけん楽しい。楽しいんだけど、これたまるかゲージ。難しすぎるやろ。はい、次の日。お、来たよ。へい、てあ、来いよー。あー、ダメだダメだー。てか、そんな泣くことじゃないやろ。そんな、めっちゃお気に入りの帽子やったとかかな。てか、まあ、あんなに風に飛んでいく帽子も見たことないしね。けい、やったー。ま、やったー。こんなもんかな。よし、いいぞ。あれ、一個ずつ増えていけるね。メーター。はい、はい。まさかのリズムゲーム。はい。はい。お、いいんじゃね。てか、なんこの曲、ちょっと好きやけど。ね、ママにゲーム隠され、あのお姉ちゃんってことこれ。まさかの、あのお姉ちゃんの青春をゲームにしたってことかな。繋がっとるその辺。こんなもんか。見せなくていいよ。撮った虫見せなくていいから。そんなやつやだわ。おーし、狙ってくー。はい。ごめんなさい。当てたー。そんなメガホン投げ捨てんでも。そんなメガホン投げ捨てんでも。怖いよー、その子怖いよー。ね、弟がかけた CD でノリノリで踊り出すぐらいやけんね。怖い。はい、かっこ悪い。はい、かっこ悪い。そんな、くっそー。頑張ろ。これ結構難しいよね。はい。おお、一発やった。イエーイ。イエーイ。やったね。よし、頑張ろう。これ何回ぐらい？何回なんだ、あれ。1、2、3、うわ、数えるね。はい。ビクってなるよね、これ。こんなもんかな。え、なに？キモいってなりそう。あと、なんか13回ぐらい？あ、四つ葉を見つけろ。はい。これだよ。四つ葉のクローバー探しとか小さい頃めっちゃやったわ、小学生の時。結局見つからずに、三つ葉を四つ葉に見せかけたりとかしよったけど。え、何してんのこれ。え、これ？蛇ですよ、これ。え、え？
何どうすればよかったんあれ。だってヘビ以外のとこ全部開けたけど。あそこヘビやろ。え、何回もこれやればいいってこと？え？え？どういうこと？そんな。え、え？無理じゃない？え、確実に無理じゃない？え？どういうことなの？なかったら終わりやん、これ。ねえ。無理だって。え、意味がわからないんだけど。そんな。え、え、全く意味がわからないんだけど。くっそー。よし。簡単なゲームだけ。簡単なゲームだけ来てください。祈る。絶対こんなんでときめかんけん。絶対こんなんでときめかんけん。はい、次の日。四つ葉。え、でもこんなんってさ、自分で見つけるけん嬉しいけど、はい、やったよって言われてもなんか、見つけたかったーってなりそう。え、私がひねくれとる？私がひねくれ、なにこれ、なにパンクした。あ、なるほど。空気を入れてあげるー。あ、ごめん。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。